エアアジアに乗ってセブからマニラに行きます。座席指定料金込みで2006ペソ、5416円でした。先日エアジャパンに関する動画を上げましたが、やはりエアジャパンは足元が広いです。隣の人が100キロ超えの巨漢でかなり窮屈な思いをしました。窮屈な思いはしましたが、1時間ちょっとなのでなんてことないです。着陸態勢に入りました。マニラには午前4時に到着しました。午前4時なので外はまだ暗いです。ここのベンチで午前6時過ぎまでうとうとしたいと思います。入国審査がないのは楽です。午前7時前に外に出ました。タクシーやグラブがどこなのかきちんと把握してません。これ見てもよくわかりません。左側に緑が見えたので左に行ってみます。グラブのピックアップポイントがありました。このデスクの人に聞いたら自分でアプリを使って手配しても同じだそうです。ここがどこなのかよく分かってなかったですが、運転手に聞いたところ二ノ井秋の国際空港のターミナル2になるそうです。空港からマカティまで来ました。日曜日だったので道は空いてました。運賃は490ペソ、1323円でした。フィリピンのチップ事情がよく分からず、とりあえず 10% でいいのかなと思い、550ペソ、1485円払いました。マカティのグロリエッタショッピングモールにあるボスコーヒーで2時間休みます。ミディアムサイズのホットラテが200ペソ540円でした。喫茶店を出てショッピングモールに入ったところ、アヤラ MRT との案内表示があって、近くに電車の駅があるようです。この先に電車の駅があるらしいです。階段を上り、右に曲がると駅への階段があります。階段を上ってみます。午後10時には終電になってしまうようです。ごく普通の券売機、そして改札です。駅直結でショッピングモールに入れます。タイから撤退したファミリーマートですが、マカティにはありました。プリスはポリスだと思います。グロリエッタ1からグロリエッタ5、グリーンベルト1からグリーンベルト5、そして SM ショッピングモール。ショッピングモールの建物が多すぎて、
完全に方向感覚を失いました。東京でお昼を食べます。カレーライスの看板に惹かれました。昨日の朝から睡眠らしい睡眠をとってないのに、ショッピングモールで迷子になって1万歩以上歩き、無理をしすぎて急性多臓器不全で倒れてしまうのではないかと思うほどの疲労感です。カレーライス200ペソ540円、水40ペソ108円です。カレーは甘口で普通に美味しかったです。カレーの量に比べてライスの量が多くて、ライスは半分残しました。ショッピングモールから 1.5 キロ離れたホテルへと歩いて向かってます。暑さに耐えられずアイスを買いましたが、75ペソ203円もして何かの間違いだと思いました。203円はありえない、このアイスの適正価格は120円だと思いました。今朝ニノイアケの国際空港でうとうとしながら、マカティにて最安価格のホテルをGoogle マップで見つけて予約しました。3泊で4299ペソ、1泊あたり1433ペソ、3869円でした。あやこ。I don't need these kind of things. Send me a cell phone. iPhone. Fake one.入ってすぐ右側に洗面、トイレ、シャワーがあります。コンパクトにまとまって清潔感があります。シャワーは上からのレインシャワーのみですが、全く問題ありません。5秒ほどで温水が出てきます。バスタオルはドアにありました。シャンプー、液体、石鹸もついてました。部屋は狭いですが、3泊するだけなので、こんなもんで十分です。ドライヤーもついてます。テレビはシャープのテレビでした。エアコンはパナソニックの一体型で、音はそれなりにしますが、なんとか耐えられるレベルでした。ベッドはクイーンサイズだと思います。渡航時並みのチェックをしましたが、痕跡はありませんでした。ちゃんと窓もついてます。大通りに面しているわけではないので、比較的静かでした。こういう金庫がどこまで安全かは不明ですが、とりあえず金庫もついてます。ホテルの近くにあるこの建物はカラフルで楽しそうです。ホテルの近くにはセブンイレブンはもちろんのこと、気軽に入れそうなバーも何軒かあります。マカティの車やバイクはきちんと交通ルールを守るようです。この状況だとパタヤのバイクだったら高確率で信号無視。そもそもヘルメットをかぶってません。公園を工事中ですが、ちゃんと歩行者保護のポールが立てられています。
マニラのマカティは想像以上に綺麗です。大きな木があるこういったちょっとした公園もありがたいです。多分バリバリのキャリアウーマンだと思いますが、夜8時、夜9時に一人でジョギングをしている人を何人か見かけました。昼間迷子になったショッピングモールにリベンジしに来ました。ラーメンが510ペソ、1377円もします。店内満席。さっきまで店の外で何人も待ってました。円安もあって500ペソ、1350円におどおどする自分がひどく情けなく思えてしまいます。ペッパーランチがコスパ最強かもしれません。チキン、サーモン、キャベツ、そしてライスで440ペソ、1188円です。300ペソ、810円の食堂もありましたが、グリルドチキンとライスだけみたいな感じでした。無造作に切られたキャベツに醤油をかけます。水はセルフサービスで無料でした。こういうただ焼いているだけみたいなのがヘルシーで美味しい気がします。突然の放水何かと思いました。サンミゲルライト140ペソ378円です。ホテルから4、5分のところにファーストフード店が集まっています。マクドナルド、ジョリビー、そしてチキンの店。24時間営業のファミレスもあります。バンコク、パタヤではファミレスの路面店を見ないので、新鮮に感じます。そしてこのファミレスの隣にはバーガーキングがあります。ファミレスに入ります。左側のオーダーヒアと書かれたところで注文して先払いになります。フィリピンのカジュアルっぽいレストランだと先払いが多いのかもしれません。番号が書かれたスタンドを渡されるので料理が来るのを待ちます。紙幣が不足しているのか、お釣りはコインで渡されることがあります。チキン、サラダ、フルーツ、マフィン、そしてシュガーフリーのアイスティーで295ペソ、797円でした。確かクラシックヘルシープレートとの名前だったと思います。チキン以外に魚もあったので、次回来た時は魚を食べてみます。異国の地の道路を眺めながら食べるお昼は悪くないです。このファミレス、気に入りました。ごちそうさまでした。ここは現在宿泊中のレッドプラネットから5分ぐらいのところにある裏道です。いくつか屋台がありました。揚げバナナはうまそうです。このホテルには無料の水はないので、徒歩1分のセブンイレブンから買ってくる必要があります。
1.5 リットルの水は41ペソ111円、お菓子は1袋19ペソ51円でした。今回の旅行はどちらかというと、住むとしたらマカティはどうなのだろうとの視点なので、住んだ場合に行きそうなバーガーキングの居心地もチェックすることにします。ワッパー205ペソ554円、コーヒー65ペソ176円でした。店内狭く、突然の大きな音楽、長居はできません。どっかの食堂入って、唐揚げ2個とライスで200ペソ540円を食べるより、普通のハンバーガーの2倍はあるバーガーキングのワッパー食べた方が安いしヘルシーに思えます。バーガーキングで食べてから健康のためにブラブラ歩いていたら、歴史を感じる教会がありました。 Google マップで確認したところ、マカティで最も古い教会だそうです。昨日来て気に入ったファミレスにまた昼を食べに来ました。魚、野菜、ライス、シュガーフリーのアイスティーで290ペソ783円です。健康のことを考えると毎日ここで食べるのが良さそうです。やたらと目立つこのアメリカンダイナーに入ってみます。コーヒーとケーキ頼んで2時間ぐらい YouTube の編集をしたかったのですが、皿やカップをどんどん片付けるので、長居したいならほっといてくれるスターバックスの方が全然良いです。コーヒー135ペソ365円、ブルーベリーパイ175ペソ473円、これに 10% のサービス料金が加算されます。サンミゲルライト95ペソ257円、クラシックカルボナーラ466ペソ1258円。ここはバーボンニューオーリンズとの店名で、ライブ音楽のお店らしいです。大きな音の音楽を聴きたくない私は、外でまったり飲食するのが良さそうです。Google マップは概要欄にあります。レッドプラネットホテルは一応マカティにありますが、よく整備されたマカティからは少し外れたところにあります。やはりフィリピンに来たからには一度はジョリビーで食べるべきだと思い、あまりお腹は空いてませんでしたが、近くのジョリビーに行きます。この突き当たりにスターバックスがあるし、パソコン使って作業をするような人にはレッドプラネットは便利だと思います。レッドプラネットの部屋の Wi-Fi も下り上りともに 30Mbps でしたから、決して遅くはないと思います。ジョギングやウォーキングをする人を結構見かけますので、この辺のサラリーマンは健康意識が高い人が多いのかもしれません。自動車の運転についてはマニラとバンコクは対照的だと思いました。バンコクではめったにクラクションを鳴らしませんが、マニラでは躊躇なくクラクションを鳴らします。クラクションを鳴らすマニラの方が運転が荒いのかと思いきや、マニラの方が圧倒的に信号無視が少ないです。バンコクやパタヤでは歩行者専用の信号機はしばしば信号無視されますが、マニラでは歩行者専用の信号機であっても赤信号で
バイクや車がちゃんと止まるので逆にびっくりしてしまいました。マニラは躊躇なくクラクションは鳴らすものの赤信号でちゃんと止まるとの話をしてきましたが、ここの信号は故障中のようです。パタヤは信号が故障しても交通整理がいなかったりするので、交通整理の人がいるだけマシかもしれません。ずいぶん長いこと待たされていることに苛立ったドライバーがクラクションを鳴らしてます。私自身もういい加減向こうに渡らせてくれと内心思いながらビデオを撮ってます。マカティは住みやすい場所だとの結論で動画を終わりたかったのに、信号機の故障は残念です。やっと渡れると思ったらまだのようです。マカティには綺麗なショッピングモールがあるし、フレンドリーな人が多く、片言の英語でコミュニケーションが取れるしで、住みたいと思える街ですが、家賃や食費はバンコクに比べると高いので、果たして私の経済状況で住めるのかというのがあります。ずいぶん待たされましたが、やっと横断できます。無事渡れました。食費についてはこのビデオを見ていただいて、なんとなくご理解いただけたと思います。家賃についてはこの近辺は高くて、モールオブアジアの近辺の方が安いようです。パサイ市モールオブアジアの近くだと家具付きで2万5000ペソ、6万7500円でいくつか賃貸物件があるようです。こんな立派なプールのあるマンションの部屋が2万5000ペソ、6万7500円ですから、東京より安いと思います。12階にある28平方メートルのワンベッドルームが2万5000ペソ、6万7500円です。シャワーの給湯器もついているし、エアコンもついているので問題なく住めそうです。部屋はこんな感じです。こんな感じの部屋だったら私は問題なくというか喜んで住んでみたいですが、家賃6万7500円は私には払えそうにありません。根気よく探せば 2,3 万円で借りられる部屋も見つかるかもしれませんが、家賃や食費を考えるとマニラはバンコクより随分と高いような気がします。タイでは最近、スイス人によるタイ女性への暴力やニュージーランド人兄弟によるタイ警官に対する暴力、そしてロシア人女性が妊娠中のタイ人を蹴るなどの外国人によるタイ人への暴力が問題になっていて、イミグレによるビザの発給を厳しくする方向にあるらしいです。タイ人もバンコク中心にどんどん豊かになって、シンガポールのような金持ちしか住めない国になってしまうのではと心配になります。そうなった場合の次の国としてのフィリピンですが、思ったより物価が高くてなかなか難しいです。ネット検索したところ、チャンプバーガーはトマトレタス入り、サイズの小さいのがジュニア、単品はソロ、チャンプジュニアソロ99ペソ267円、コーヒー45ペソ122円、
トマトの代わりに甘いケチャップがついているだけで悲しくてくしゃみが出ました。ジョリビーからホテルに帰る途中、俺がこんなものを必要としているわけがないだろうと虚勢を張っています。1日に3回は声をかけられます。お昼の12時になったのでチェックアウトします。部屋は狭いですが、トコジラミがいなくて、シャワーはお湯が出て、 Wi-Fi は 30Mbps、 そして全体的に清潔だったので私としては満足です。空港までグラブで行こうかと思いましたが、グラブは安いとは限らないので、ホテル前に泊まってたタクシーに500ペソ1350円で行ってもらうことにしました。マニラタクシーオンリー、ホワイトタクシー。ホワイトタクシーオンリー。It's depends on the company. Ah, depends the company. The company may have a red, blue. ニノイ・アキノ国際空港第3ターミナルに着きました。ターミナル番号を間違えると全く場所が違うので注意が必要です。オンラインチェックイン済みですが、イミグレの前にいる係官から紙の搭乗券が必要と言われてしまいます。エアアジアのチェックインカウンターで搭乗券を印刷してもらいます。搭乗開始までまだ4時間ありますが、さっさとエア側に入ってきました。楽天プレミアムカードの特典で発行してもらったプライオリティパスを使って空港ラウンジに入ります。ありがたいです。至れり尽くせりです。今回のマニラからバンコクへの飛行機はエアアジアで、座席指定料金込み5900ペソ15930円でした。楽天で発行してもらったプライオリティパスは年内は回数無制限で空港ラウンジを使えるとのことで、別の空港ラウンジにも行っています。これは早めの夕食です。ライスの上によくわからないものを乗せてみました。食べても何なのかわかりません。ピリ辛でうまいです。バンガスシシグとのフィリピン料理でした。次は小さな卵サンドとツナサンドです。17時25分だった搭乗時間は30分以上遅れて18時過ぎに搭乗が始まりました。一番後ろの席を指定したらリクライニング不可の席でした。やはりエアアジアは前の席との間隔が狭いです。結局機内で約90分間待たされて2時間遅れの出発となりました。大幅に遅延したお詫びとしてこれらが配られました。 Wi-Fi を試しましたがうまくいきませんでした。バンコクドンバン空港への飛行機の到着が2時間も遅れたので、これから疲れている体に鞭打って終電との戦いです。 We would like to say thank you for flying with us. 入国審査を終え、ドンムアン空港を22時45分に出て、このレッドラインの
ドンムアン駅まで早歩きで12分かかりました。ドンムアン駅23時7分発の電車に乗り、終点のバンスー駅に着いたのが23時23分でした。なんとか深夜0時前に BTS アソーク駅に着いて終電に乗ることができました。ご視聴ありがとうございました。